はいどうもこんにちは、 J リーグにゃかサポーターの良平です。今回は J2 冬の通信簿ということで、リーグ戦全日程を終えた J2 リーグ、まだプレーオフが終わってませんが、2週間空くこのタイミングで各クラブの今シーズンを独断と偏見で査定していきたいと思います。まあ評価が難しいクラブが多かったのでかなり迷いましたが、まあ、というかにゃかサポーターの僕の分際で各クラブを査定するなんて、まあ、おこがましいにも程があるんですが、視聴者の皆様と見解の食い違いなどもあるかもしれません。あくまで一サポーターの意見ではありますので、シーズン終了後のエンタメ要素の一つとして受け止めていただき、楽しんでもらえたら幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずは最終節、逆転での J1 昇格を決めたジュビロ磐田、総合評価は大変よくできましたですね。はい、今季のジュビロは素晴らしいシーズンを過ごしたと思います。序盤こそ勝ち点が伸ばせず苦しみ、さらに補強禁止に加えてルヴァンカップ参加というタイトなスケジュールを消化しなければならず、逆境からのスタート、非常にマイナス材料が多い中でのスタートだったと思います。昨シーズンルヴァンカップに参加した大分や徳島はかなり苦しんでいましたから、磐田も序盤戦は苦しむんじゃないかと予想されることが多かったと思います。しかし横内監督の手腕は見事でした。補強禁止と試合数が多いことを逆にプラスに変える横内監督のマネジメント、ルヴァンカップではうまくターンオーバーしながら若手を底上げし、気がつけばフィールドプレイヤー全員をリーグ戦でターンオーバーできるほどの選手層に、チームに2桁得点者がいないながらもリーグ3位の得点数を記録、特に後半戦は抜群の安定感を発揮し、チームの底上げが実を結び、このチャンネルでもこの時期の磐田は J2 で今一番強いと取り上げさせていただきました。いや本当に強かったですね。この後半戦に至るまでの横内監督のマネージメントは改めて素晴らしかったと思います。下馬評を覆してのリーグ2位はすごいの一言、補強禁止のクラブが昇格するなんて前代未聞ですし、夏の補強でクラブを強化し、さらに勢いを加速させるクラブが多い中、磐田の今季の偉業は後世に語り継がれるレベルですね。補強が解禁される来シーズン、横内監督のもとどんなサッカーを J1 で見せてくれるのか本当に楽しみですね。続いては清水エスパルス、総合評価はまずまずです。はい、清水に関しては評価が非常に難しいですね。未勝利が続いたゼ・リカルド監督体制を含めたシーズントータルの評価では、圧倒的な戦力と比較して4位という成績は、少し物足りないと言わざるを得ず、もう少し低い評価かなとも思ったんですが、開幕から未勝利が続くチームを立て直し、最終節に自力昇格を決められる位置まで上昇したことは評価すべきと個人的に考えまして、まずまずですとさせていただきました。J2 とは思えない豪華な戦力を有したまま J2 に乗り込み、 J2 の生態系を破壊するとまで言われ、開幕前から昇格候補の筆頭に挙げられました。しかし開幕から引いた相手を崩すことができず、引き分けが続き勝ち点を伸ばすことができず、7節甲府戦に敗れてゼ・リカルド監督を解任、秋葉氏が監督に昇格するという緊急事態となりました。あの清水が開幕から7節まで勝利がないことに驚きましたし、 J2 の過酷さを感じた瞬間でもありました。しかしここから清水は息を吹き返します。情熱的な秋葉監督にチームサポーターからもポジティブな雰囲気ができ、就任後初戦ヴェルディ戦に勝利して長いトンネルを抜けると、山口に6得点、いわきに9得点、藤枝に5得点と本来の力をついに発揮、リーグ中盤には昇格レースに参戦するという
驚異的な売り上げを見せました。個々の技術レベルが非常に高く、常に相手を押し込みながら圧倒する試合が多く見られましたね。ただ一方で拮抗した展開であと1点が取れず勝ちきれない試合もあり、押し気味に進めながらも勝ち点1を L にとどまるという事態が多く見られた印象ですね。最終節も最後の最後で勝負弱さを露呈し、昇格目前で4位に転落。実力がありながら自動昇格にあと一歩届きませんでした。4位という結果は清水にとってふさわしくない結果かと思いますが、開幕時の出遅れや閉塞感を考えるとよくここまで持ち直したとも評価できるかなと思います。幸いまだプレーオフが残っています。2週間のブレイクで気持ちを切り替え、 J1 昇格を成し遂げてほしいですね。続いてはモンテディオ山形、総合評価はよくできました。最終節劇的な逆転勝利でプレーオフに滑り込んだ山形はよくできましたとさせていただきました。今季の山形は激動のシーズンでしたね。まだプレーオフが残っているので山形の評価をするのは時期尚早かもしれませんが、リーグ戦が終わったタイミングでのリーグ戦の戦いについての評価ということでご容赦いただければと思います。まず今季の山形は開幕2連勝と幸先の良いスタートを切りましたが、その後まさかの8連敗、開幕10試合を終えて昇格は絶望的な状況となってしまいました。クラモフスキー監督体制集大成の3年目、今季こそ J1 昇格と期待にあふれたシーズンだったはずですが、まさかの不慣れとなってしまいましたね。しかし山形はここから驚異的な追い上げを見せます。残りの約30試合で5連勝を3回も記録、42試合の長いリーグ戦で引き分け数が4試合しかないというのもすごいですね。引き分けでおらず、そこから点を取って勝ち切る強さ、渡辺新監督の柔軟な采配で後半からさらにギアを上げる交代策は J2 他クラブの脅威になりました。最終節でも宮城選手、横山選手、デラトーレ選手、小西選手とレギュラークラスの攻撃陣が終盤の勝負どころで起用されており、劇的な逆転劇を演出。山形のこの控えメンバーの豪華さは大きなストロングポイントだと思います。クラモフスキー監督が残したパスサッカーをうまく踏襲しながら、状況に即した柔軟な采配が光っていましたね。絶望的な8連敗から最終節で勝利してプレーオフに進出、泥沼の序盤戦からは考えられない驚異的な V 字回復は称賛に値します。8連敗をした時も批判せず、選手を後押ししたサポーターも素晴らしいなと思いますね。この結果はクラブの底力はもちろん、苦しい時も支え続けた山形のサポーターの勝利なのかなと、サポーターの力を改めて感じるシーズンでした。ただ今後プレーオフ清水戦が待っています。プレーオフ進出を劇的に達成したとはいえ、まだ何も成し得てはいません。プレーオフから昇格して再び J1 の舞台へチャレンジしたいところです。続いては大宮アルディージャ、総合評価は頑張りましょうですね。最終的に勝ち点が39、降格圏の21でシーズンを終えることになりました。 J1 を経験した大宮アルディージャがまさかの降格圏フィニッシュということで、まあ不甲斐なしという評価と迷ったんですが、後述するポジティブな面も個人的に垣間見えたので頑張りましょうとさせていただきました。いやでもまさか大宮が降格なんて、宮川サポーターの僕の第一印象はまあそんな感じだったんですが、普段から大宮をよく見られているコアなサポーターの方は必然の降格圏フィニッシュだったと言われている方も結構いらっしゃいましたね。中盤フォワードの選手が甲府にいる一方、最終ラインサイドの選手が手薄、
昨年は選手のコンバートなどで乗り切っていたサイドバックは特に人材不足で、昨シーズン左サイドバックを務めていた主力の小野選手が移籍しましたが、補強は大卒出身の鈴木選手のみ。効果的な補強を行えたとはお世辞にも言い難いオフシーズンになっていました。このように適材適所の補強ができず、場当たり的な補強に終始してしまった結果、 J2 でも年々順位を落とし、2020年15位、2021年16位、2022年19位と、近年は J2 でも残留を争うクラブとなってしまいました。まあ、こう考えると今季の降格圏はある意味必然だったとサポーターの方々が口にするのも頷けますね。はい、まあ、あまり悪い話ばかりしてもしょうがないので、個人的に良かった点も考えてみたいと思います。まず育成面を考えると素晴らしい成果が出ていると感じます。今季終盤レギュラーに定着した市原選手は大宮ユース在籍でまだ高校生、今夏セレッソに移籍した柴山選手も大宮ユースからの生え抜き、高柳選手や小島選手、石川選手も大宮のユース出身です。村上選手もそうですよね。優秀な育成組織があるというのは大宮の素晴らしいところであると言えますね。そして良かった点をもう一つ、終盤の4連勝は素晴らしかったと思います。結構大宮の試合見させてもらいましたが、山暮れではなかったですね。内容も伴った勝利でしたし、連勝が途切れてしまった甲府戦も押し気味に進めていた前半に点が入っていれば残留圏内でフィニッシュできたんじゃないかなという紙一重の結果だったと思います。チーム全員がハードワークし、前線のフォワードの選手の守備意識も高く、どこか甘さのあった守備が大きく改善、守備が改善すればアンジェロッティ選手、室井選手、岡庭選手、泉沢選手ら優秀な子がありますから、原崎監督は大宮の力を最大限引き出せる組み合わせを見つけたなと感じました。ただそこに行き着くまでに時間はかかってしまいましたね。主力をどれだけ遺留することができるのか、終盤の戦いは素晴らしかったですから、来シーズンにつなげるためにもオフシーズンから戦いは始まっていますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは J2 リーグの話題を中心に取り上げさせていただいています。 J2 リーグをより魅力あるものに、そしてより楽しめるようなコンテンツを配信したいと思っています。ご興味ある方はチャンネル登録、そしていいねボタンも押していただけると励みになります。よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。